はい、今回もよろしくお願いします。今回は新婚さん、新たに結婚しますとか、カップルの方で一緒に住みますとかっていう方がどういう部屋探しをするのが、まあ、一番ベストなんだろうということを今までの経験上で話ができたらなと思ってます。で、新婚さんっていうことは基本的に、まあ、実家から互いが出てくるか、一人暮らしを互いがしてて、まあ、一緒に住み出すか、まあ、このどちらかになるのかなとは思ってます。で、やはり一人暮らしの時の広さと二人で住みますとかっていう時の広さっていうのはちょっと違うと思います。で、どういった感じで調べていけばいいんだ、どういった形のところに住めばいいんだっていうのは一人暮らししかしていないとちょっと分かりにくいところもあるのかなと思います。で、そんな時に僕が思うのは、部屋の広さから物件を選ぶんではなくて、クローゼットの自分が思う必要な広さから家を探し出すっていうのがすごい必要じゃないかなと思います。部屋の広さだけ広くてもクローゼットが狭かったら、やはり物が外に出てしまうので、結局のところ狭くなってしまったりとかすると思いますので、まあ、クローゼット重視でやっていくのもいいのかなと思います。あと、もう一つ、内覧した際にはもう基本的に何も物を置いていないので、どうしても広く感じます。広く感じるんで、自分が思ってるよりも寝室とかは広めに捉えておいた方がいいと思います。例えば 1L を探すんであれば、寝室は絶対7畳以上あった方がいいと思います。もし7畳以上ないんであれば、もう 2DK とか 2L を探す方が僕はいいんじゃないのかなと思います。で、 LDK と言っても、1L からだと8畳からが LDK になるんですよね。で、この8畳だと物を置いてキッチンもあってってなると全然 LDK にならないです。なのでLDK も12畳以上ないと難しいと思います。 1L っていうところで捉えるとですよ。新婚さんで結構 1L で大丈夫ですって言ってくれる方はいますけども、まあ、狭くでお二人で住んでたりすることもあると思うので、住めないことはないですけど、まあ、新婚さんっていうことを考えたら、子供ができた時にじゃあすぐ移動すんのかっていうとわからないですね。ということは、ちょっと、まあ、4、5年は住めるような家探しをしとかないと難しいのかなと思います。なので、あまりにも新築がいいとか綺麗なところがいいとか家が近くがいいとかっていうところばかりを強く持ってですね、そういう物件ばっかしを選んでいってしまうと、どうしても部屋は狭くなります。家賃を上げない限りは。それよりも子供がもしできた時とか、そういうことを考えると、ちょっと離れてでも自転車でも行ける距離でも環境がいいところとか、スーパーが近いところとかの方が、まあ、長い目で見た時には確実にいいと思いますんで、広さっていうのは狭いところから広くはできないですから、広いところを狭くっていうような形で使うのはできますけど、どうしても新しさに行きがちなイメージが僕的にはあるので、そこはグッと我慢してですね、まあ、長い目で見た時にどうすべきかということを考えられた方がいいのかなとは思います。で、まあ、人それぞれによるんですけど、結局駅から10分までだったら歩けますっていう方でも、極寒だったりむちゃくちゃ暑かった時に10分歩くのかっていうと、まあ、分からないですよね。自転車置き場が例えばタダであったら自転車で行くかもしれないですし、そう考えたら自転車で7分っていうのは、徒歩でだいたい20分ぐらいです。じゃあ7分自転車に乗って家賃が3000円、そこよりも駅近の物件よりも安ければ、自転車置き場借りれるわけですから、3000円もあれば。そっちの方が環境的にもいいっていうこともあるかもしれないので、そういうのはちょっと2人暮らしが始まるって考えると視野に入れて、無理のない家賃の中でお住まいしていく方がいいと僕自身は思ってます。あと、構造的には2人以上になってくると木造とか軽量鉄骨っていうのはむちゃくちゃ響きますんで、やめた方がいいと思います。最悪でも重量鉄骨以上、まあ、できれば鉄筋コンクリートがいいのかなと思います。あと、もう一点、まあ、新婚さんということはそこまで、ね、40代50代の方というよりかは20代の方が多いと思いますんで、携帯の電波が届かないっていうのが稀にあったりします。まだこの時代でも
あったりするので、そこだけは物件見に行った時にチェックされた方がいいのかなと思います。はい、ということで今回、新婚さんの部屋を探すにはどういうのがいいのかということでしたけど、まあいろいろちょこちょこ話しましたけど、まあ、部屋の広さから探すよりかは自分たちが持ってる荷物量の中で全てが収まるクローゼットがある物件から選ぶっていうのが一番最適なんではないのかなと思ってます。はい、ということで今回もありがとうございました。